握手しよう。はい、どうも、ハピネスタークのハピネスです。モンフレームの実況プレイやっていきたいと思います。初心者解説用実況プレイになりますので、今回もよろしくお願いいたします。今回ね、コメントきっかけで、リクエストにお答えする動画を作りましたので、こちらコメントになります。はい、いつも動画参考にさせていただいて大変お世話になっております。ありがとうございます。質問させていただきたいのですが、現在ダイムスの心臓が実装されたこともあり、シータス、フォーチュナーでの地位稼ぎの任務がソロになることが多くなりました。なかなか思うように地位を貯められないのですが、ソロで稼ぎやすい方法などありますでしょうか。ハビア様、先輩天皇の皆様、教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。ということで、めちゃくちゃ丁寧なコメントでありがとうございます。こちらも身を引き締めて動画作ります。はい、ということでね、今回デカ太郎6663からいただきました。で、まあ早速なんですが、エイドロンの草原のね、あるシータスの方からちょっと説明していこうかなと思います。シータス、フォーチュナー、ダイモスの心臓の順番でいきますね。まあそれぞれちょっとやり方も違うので、一貫してるってわけではないんですが、まあとりあえずシータスの方からゆっくりパーッとテンポよく解説していきます。はい、セータス。はい、シータスで依頼をこう受けたまってくれるのが、このコンズというおじさんですね。ショラーっていう挨拶をしてくるおじさんですね。で、この人のところで依頼を受けることができるんですね。まあ昼でも夜でも天候が変わるんですけれども、昼でも夜でもまあいろんなミッションを受けられると。で、それぞれこのクリアすると、いくつのチーポイントが入るよっていうのが書いてありますね。5000とか4000とか3000とかね、いろいろ書いてあります。で、それぞれね、チーポイントのその値によってミッションの内容の難しさとか、まあ報酬内容が異なってくるんですけれども、報酬内容で例えばガラのシステム設計図とか、ガラのシャーシ設計図、あとレベラントのシャーシとかね、オーフレームのパーツがここ落ちるようになってます。で、まあ詳細に関してもね、ここで確認できるので、これ書いてあるけど何のアイテムなんだろうみたいなのが見れるようになっているので、まあ一応このあたり確率なんでね、結局このあたりのアイテムをまあ副産物として、あ、レア枠っていうのはそうちょっとポロッと出るわけでもないので、まあ何度かやってるうちに、あー、なんかこの副産物も出た、あ、しかもチーポイントも気づいたらいい感じで溜まってるわみたいな、結構その相互関係がねあるので、まあこの素材を狙いながらチーポイントも効率よく貯めていくみたいなのがいいと思いますね。このモッドがすごい人気です。オーガーシークレッツっていうやつが、なのでこいつを狙いながらチーポイント貯めるでもいいかもしれない。あの、ひいてはこのモッド重複すれば、まあプラチナになる可能性も高いという話なので、まあそういったね、無課金プレイを重視している方も、まあワンチャンそういったかやり方もあるっていう感じですね。まあ最初の初期の頃はそれでいいと思うんですけれども、まあちょっと慣れてきてチーポイントも上がってきた場合ですね、例えば、信頼のおけるものチーンっていうのがあるんですけれども、3番目のやつですね、これになると、ノルグベイトっていうのが購入可能になります。ノルグベイトだ、わかるか。ノルグベイトが何かというと、このお魚マークのおばちゃんのところですね、ショーラーのハイラックって人で、この人の商品のところを見るとノルグっていうアイテムがあるんですね。このノルグベイト、これは、ここの説明文にもあるように、このベイトは夜の湖のホットスポットでのみ見つかる魚のノルグを引き寄せることで知られる素材でできていると。で、ノルグっていうのはこの赤いやつですね、こいつが釣ることができるんですよ。まあもちろんね、この設計図買ってから素材も必要になるんですが、で、このペラムの森っていうのが必要になります。こいつをノルグを釣るのにはね、大きいのを狙って回収するといいと思いますね。まあなんでかっていうと、こいつその提供した時のチーポイントの上がり方が尋常じゃなく高いんですよ。例えばノルグ大、ここにいますね、今ノルグ大1匹1000なんですよ。1000って、なん1000かって思うかもしれないけれども、まあ、ノルグ小でも500で625で、他のまあマークレイもレア魚なんで1000なんですけれども、こういった感じでレア魚っていうのはかなりチーポイントが高いんですよ。もうこの辺50とかですからね、普通に通常の魚たちは。レア魚は基本的に高いので、まあこの辺りとかね、狙うといいと思いますね。一応じゃあマークレイの釣り方だけやっておきましょうか。外出ましょう。今昼間なのでノルグを釣ることはできないんですけれども、ノルグに関しては、玄関から右の方ですね、右の方ガーッと行って、そんな遠くないです。そこの大きな湖ありますよね、そこで釣ることが可能です。ちょっとごめんなさい、足だと遅いのではい、ここですね、ここで釣ることが可能です。俺がよく、あ、こんな感じですね、水今跳ねてますよね、こんな感じ、これがホットスポットになりますね、このパシャパシャパシャってなってるやつ、そうそう、これがホットスポットの目印です。俺はだいたいこの辺に腰を据えて
することが多いんですけれども、ああこういうとこですね、ああいう感じのところ、そう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 、ああいうとこにノルグベイトをこう巻いてやると。で、マークレイの釣り方なんですが、ここ玄関だとして、右の方ずーっと行って、でノルグの方には行かず海を目指します。マークレイはね、夜だけじゃとかじゃなくて昼にも出てくるそうなので、まあ出てくるそうっていうか、まあ実際釣っているのでね、今からちょっと釣れると思うんですが、まあこのずっとまっすぐですね、どっか曲がったりもせずずっと奥の海のところまで行きます。まあ俺が玄関に近い位置で釣っているところみたいな感じですね。森も結構ランゾとかで釣れるので、まあ早期だったらマークレイの方がもしかしたら釣りやすいなって思う部分もあるかもしれないね、素材も OK なのであれば。で、小さいマンタみたいなこいつがマークレイですね。もう結構ね、ちょっと待ってるだけですぐ出てくるので、マークレイベイト餌を撒いてやると。で、地図上の位置ではこの感じですね。結構軽く釣ろうと思ったらすぐ来れるような場所です。はい、まあシータスはこのぐらいなんですけれども、次はフォーチュナー関連の、解説の方に移動したいと思いますので、フォーチュナーに向かいますよ。さあやってきました、フォーチュナー。フォーチュナーに関しては比較的さっきの、イドロの草原とかシータスと比べると楽ではあるかなっていう印象ですね。それもなんでかっていうと、結構繰り返しミッションをやれば OK みたいなところもあったりするんですよね。このミッションをクリアして、まあ先ほどと一緒ですけれども、必要な副産物をゲットしたりだとか、ワンチャンこの借用ションっていうのが手に入ったりするので、まあそれを狙いながら。クライオティックなんかもね、ここでポロッと出るのはありがたい話ですね。まあガルーダのシステムとかニューロティックとかね、こういった素材も手に入ったりするので、まあそれをちょっとメインに借用書も狙いながら、ちょい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 こうやりながらチーポイントを貯めていくっていうのもありだと思いますね。で、結構素材とかも入手できて、余裕がある人はここよりも結構加速させる方法はあります。それどこかというと、ここありますね、この借用書のマークありますね、この三角形マーク。ここ実は2階なんですけれども、スタート地点がここであれば、左の方に向かってこの階段みたいなのをガーッと上がっていくといます、ティッカーさんですね。ティッカーさん、まあファストトラベルでも行くことはできるので、わかんない人はこのファストトラベル、ここで選んでワープって感じですね。で、この人オカマちゃんなんですけれども、何をしてくれるかというと、借用書を購入するっていうのを選ぶと、クレジットとか素材と引き換えにこう借用書を販売してくれるんですね。で、ここで購入した借用書っていうのはここで交換してくれます、すぐ結構お手軽ですよね。まあ借用書によって安い高いはもちろんあるんですけれども、1個あたりそんな高くないなって思うんですけれども、まあこの一番いい世襲型借用書なんかね、1個売るだけでも500なので、まあ普通にミッションを繰り返しやりながらこっちもやればかなり効率よく、チーポイント上げられるんじゃないかなと思いますね。実際俺もそうやってたんでね。で、結構このティッカーさんの存在を知らなくて、もうほんとミッション俺疲れたわっていう人いるんですよ。結構たびたび質問もらったりしてて、まあいる場所が結構ね奥まったところなんであれですけれども、まあ借用書を購入しながらミッションをやってって、まあミッションに疲れたら借用書を購入してみたいなところですかね。ただ初期の段階結構クレジットが高いんですよね。なのでちょっとそのクレジット関連の面で痛いなーって、素材はまだしもみたいなところはあるかもしれないですけれども、結構まあクレジット集めと併用させながらって部分があるので、本当に余裕がある人は活用するといいかなって思いますね。で、素材に関してなんですが、まあ借用書他の集め方にもなりますが、素材に関してなんですが、エクスプロイターオーブっていうボス戦がフォーチュナーではできるんですよね。これはイベント配信時、未配信時かかわらず、まあやろうと思えばいつでもできるって感じなんですけれども、今現状この収録現在、サーミアの裂け目っていうミッションをやってるんですよ。で、そのサーミアの裂け目で手に入る希釈サーミアっていうアイテムを手に入れることで、まあ大型のちょっと派手なボスと一戦交えることができるんですね。まあもしオンラインプレイをやられてる方で、協力プレイでエクスプロイターと戦いたいと思う方は、このバックルームに行って、ここのエウディに話しかけて打ち合わせってところでね、エクスプロイターオーブっていうのを選びましょう。そうしたら、まあ俺も行ってやるよみたいな人もいるだろうし、まあいやちょっとエクスプロイター気分じゃないなっていう人もいたりで、まあ協力プレイを促すこともできるという感じですね。ただしボイチャとかね、意思疎通ができる状況であれば、まあそんなにエクスプロイターわざわざ裏に行って選ぶ必要はないので、
まあ普通にこうパーッとマップに出て、戦いに行けばいいという感じです。まあ実際今からエクスプロイターオブ戦をやるわけじゃないですが、場所がどこなのかっていうのだけ動画に残しておきたいと思います。はい、表に出てきましたが、今もうすでに目標地点と印をつけてあるところにその該当のボスイベントがあります。で、結構このボス自体難しいんですけれども、サーミアの裂け目っていうイベント自体をねクリアできるのであれば、まあそこそこ立ち向かえるぐらいでもあるので、まあそのサーミアの裂け目をどのぐらい自分の中で対応できるかっていうレベルの高いイベントなのでね。はい、ここですね。位置的にもう一回記しておくと、フォーチュナーがここに対して、このアーチ状の足場が目印です。ここですね。はい、ここに洞窟、まあ隠しボス的な要素はあるかもね、位置的に。うん、でここに入っていくと、まあ入り口がねちょっと物々しくあるんですけれども、まあ希釈サーミアを持っている状態であれば、希釈サーミアはサーミアの裂け目っていうイベントでゲットできますね。それを持っている状態であればこの先でイベントを引き起こすことができるので、ぜひ、ちょっとまだチャレンジしたことない人もね、この奥に何が待っているのかっていうのをちょっと見てみるといいかもしれないですね。俺はこのボスをちょっと一部まだ修正前だったこともあって、一部のアイテムゲットするために100回ぐらい戦ってるんですけれどもいやまあそのぐらい、まあ覚えちゃえば結構いっぱい戦えますが、あのそこそこやりごたえあるので、ぜひチャレンジしてみてください。まあフォーチュナーに関してはこのぐらいなんですが、続いては最後ダイモスの心臓に関してですね、こちらの説明をやって終わりにしたいと思います。それではダイモス向かいましょう。まあこちら新マップなんでね、かなりやりごたえもあるオープンワールドですね。さあやってきました、ダイモスの心臓。ダイモスの心臓はね別途、動画も上げているんですけれども、チーポイントの、なんつうんだろう、効率のいい上げ方みたいな感じの動画も作成しているんですが、まあそれとちょっと似通った部分ありますが、簡単に、まとめておきたいと思います。ダイモスの心臓、ここで依頼を受けることができますね。ここでミッションを受けることができるので、まあフォーチュナーとシータスと同じように、まあいろいろとこう自分のレベルに合わせてミッション受注するといいと思いますね。あとシンチラントっていうアイテム、結構落ちづらいアイテムなんですが、あのドロップ率に関してはちょいちょい修正されているそうなので、まあミッションとかでも出たよみたいな感じで加速点のも言ってたので、まあその点狙ってね、シンチラント収集がてらチーポイントも貯める。まあ優先度的にはマザートークン、ファーザートークン、オタク、ドーター、ソンみたいな感じでいいと思いますね。あいつらで、まあおばあちゃんはそんなに交換することないと思うので、まあ素材的にはね、こんな感じでいろいろとアコライトっていうイベントがあったんですけれども、それまあちょっと不定期でやってたイベントですけれども、そこで配布されていたアイテムがここのラインナップに並んだりと、結構入手率の低かったモッドとかがね、ゲットできるようになっているので、まあこういったモッド結構レア度が実は高いんですよ。なので、そういうのを狙いながらね、こうちょっとチーポイントトークンを貯めながら、であとザクのニューロティックとかシンチラントを手に入れるとか、そういうのでもありだと思います。で余裕ある人で、トークンはそんな手に入らないけれども、あのネクロメカの方も同時で頑張りたいよっていう人はこちらですね。こちらの隔離庫っていうミッションをやるといいと思います。まあシンチラントがワンチャンね手に入るチャンスがあったりだとか、この辺の損傷したネクロメカ武器っていうのは結構出づらいアイテムだったりするので、まあこちらに関するね情報をまとめた動画もありますので、あのハピネスが発信しているね、まあそういったものも合わせて見ていただければ、まあ完全網羅型になるかなと思います。まあ今後ネクロメカの仕様もアップデートどんどんされていく予定みたいなので、まあもちろんのことね。なのでここをやっておくことでは今後のメリットにもつながりますね。でちなみになんですけれども、隔離庫ってその街灯のエリア行くと隠し部屋があったりするんですよ。その奥にはネクロメカが隠してあったりだとか、まあそういったねなんかギミック的要素も多い場所なので、まだ俺も絶対なんかあるよなって思いながらちょっとプレイしているんですが、まああの家族天皇に教えてもらったりだとかね、まあそういうのもあるんですけれども、まあそういった要素もあるので、ただ単に行ってくる帰ってくるだけじゃなくて探索のしがいもあるっていうアドベンチャー気質もあるので、ちょっとそういった点でも面白いですねこのミッションは。はい、ということで今回はね、コメントからリクエストをいただいて、各オープンワールドシータス、フォーチュナー、ダイモスの心臓の、チーポイントの効率の良い上げ方っていうのをね動画にまとめてみました。まあこういったね、質問とかリクエストのコメントも随時受け付けておりますので、遠慮なくね書き込んでいただければと思います。そんな感じでお送りしたのはハビネス、ダークのハビネスでした。また別の実況動画でもお会いしましょう。さよなら、バイバイ。
はい、ご視聴ありがとうございます。今回の動画が面白かった、参考になったという方はぜひ評価ボタンや感想コメントよろしくお願いいたします。動画説明欄の方にね、初心者向けとか中堅向けとか、まあそんな感じで再生リストまとまっておりますので、そちらからも動画を、参照してくださればと思います。チャンネル登録等もよろしくお願いいたします。またね、バイバイ。